デュワグカーフランクフルト市電、大型電車、大型は、ドイツの都市であるフランクフルトアムマインの路面電車の、フランクフルト市電に、かつて在籍していた車両の位置形式。ループ線が存在しない系統でも、使用可能な両運転台式の3車体、連接車として導入された。フランクフルト市電の16号線は、フランクフルトアムマインと、近隣都市のオフフェンバッハアムマインを結ぶ系統である。 1884年に開通して以降、オフフェンバッハームマイン側には、同市が運営する路面電車の路線網が存在したが、トロリーバスへの置き換えが進み1967年をもって、同市内の路線網は全廃され、都市関係等のみが残された。その後も1969年に、郊外区間の一部が廃止されたが、この結果終端のループ線がなくなり、 従来の片運転台車両の運用が難しい線形となった。そこで、オフェンバッハアームマイン氏とヘッセン州の支援により、同系統に適した両運転台車両の導入が行われることとなった。これが大型電車である。基本的な構造は3車体連接車の N 型電車を元にしており、前後車体は、菱型パンタグラフが設置された運転台付き車体となっていた。 そのため重量は N 型よりも重くなったほか座席数も減少した。またフランクフルト市電で初めて運転室と客室が分離された構造が採用された。一部区間の廃止に合わせて1969年に8両が製造され、製造された目的の路線である16号線に導入されたが、1972年に後継の両運転台車両となる P 型が、 導入されたことで、同系統から一時撤退し、18号線へと転属した。その後、フランクフルト地下鉄への転換が進んだことにより、再度16号線に転属したものの、1990年代以降は、超低床電車の導入が進んだことで、同系統の運用から撤退し、2004年に営業運転を終了した時点では14号線で使用されていた。 2021年現在は一両が胴体保存されており、2019年には、超低床電車が事故で運用を離脱したことによる車両不足に伴い一時的に定期運転に復帰したこともある。それ以外にもフランクフルト市電では一両が保存されているが、こちらは2008年以降生体保存へと切り替えられている。フランクフルト市電で廃車となった大型のうち、 保存車両を除いた6両については、車両の老朽化が課題となっていた、ポーランドのポズナン市電へ譲渡され、他の譲渡車両とともに、既存の旧型車両を置き換えた。その後、他の譲渡車両が超低床電車の導入に伴い、廃車されていく中で、大型は、両運転台という特徴を生かし工事をはじめとした要因で、ループ線が使用できない場合に重宝されており、2019年、 以降は、ポズナン市電で運用されている最後のデュッセルドルフ、車両製造性の路面電車車両となっている。ありがとうございます。